そうすればもうちょっとだいぶ楽になるのにさ、なんか、出してくれないんだって。そういねう。日本人はいえ、なんか、なあとか言って。なんか、あんまりなあみたいな。多分さ、あの、ちょっと見え張らんといかんとか思っちゃうからだな。ガーハナとかだとさ、やっぱもう完全に文化が違うからさ、もう多分自分の好きなようにできるんだろうな。父親な。父親のさ、その海外行った時、一回あった、あの、グランドキャンニオンの動画見せたじゃん、一回。前。 でそ,のその時も誘ったんだけどさ、父親ってさ、海外行くとさ、もう本当に子供になるのね。本当に子供。え、どんだけ子供っていうぐらい子供になるのよ。多分ね、5歳児ぐらいになるの。知能、理性が。理性が5歳児になるのよ。知能は、もう60とかなんだけど、理性が5歳児ぐらいになるからさ、もう、あれやろうぜこれやろうぜこれやろうぜハワイの話もしたっけ父親がハワイに行った時の話。 父親がさ、ハワイにさ、ちょっと物売りに行こうって話になった、なってさ、行ったんだよ。父親が。行ったんだよ。で行ってさ、でもハワイにさ、行くのってさ、もうハワイに遊びに行くならいいんだけどさ、でも父親一回もハワイに行ったことない状態で、で、ハワイに物売りに行くって話になってさ、ほんと大丈夫って話なんだけど、行ったんだって。行ってさ、で、なんか向こうのさ、現地のコーディネーターさんとかいるわけじゃんね。 で、その人さ、ハワイ回ってさ、いろんなところでさ、話をするんだけどさ、さ、なんか、そこで、なんか適当に、じゃ、え、えっ、ー、と、人、なんか、当てあるんですかって聞かれたんだって、コーディネーターんでさ、ない。え、どうするのって、いや、もう、ノリで行くっていう話でさ、<laughs> もう理性5歳児やん、そんなのさ。もう飛び込み営業だよ。初めて行ったハワイで飛び込み営業ってもう理性5歳児やん。もう行けるでしょ、みたいな。そんなん理性5歳児やん。<laughs> でそれでさ、なんか、 適当にさ、でかいビルに行ったんだって。適当にでかいビルに行って <laughs>。適当にでかいビル行ってっていうのおかしいじゃんね。適当にでかいビルに行ってさ、受付に行くんだって。受付に行ってさ、さ聞くことがさ、ここで一番偉い人出して、つって <laughs>。もう行ってみては一回。ここで一番偉い人出して、つって。行ってみて、俺は。ここのビルの一番偉い人出して。 でね、向こうもさ、なんだなんだって思うやん。で、な、何のようですかって言ったら、いや、あの、日本から商品を売り込みに来たんだ。だから、ここの一番偉い人を出してくれ。お,おー、みたいな。ちょっとわかりました。言います。って。わ <laughs> かりました。みたいな感じになる、なるんだって。<laughs> も僕さ、コーディネースでさ、父親英語喋れねえんだぜ。英語喋れねえからさ、コーディネーターさんがそれを言うのよ。もう。 <laughs> もうさ、なんか可哀想だよね、コーディネーターの。本当ですかみたいな。<laughs> 本当に言うんですかみたいな感じになるんだ。で、言うんだって、言ったらって、ここで一番偉い人出してくれって,って。強い役でさ。で、向こうもさ、で、なんだっつって、サブまで、あの、ここのビルの、 サブマネージャーが来ます。つって、言ってさ。で、5分だけ会うそうです。つって、言って、会ってさ、ブラ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 って、まず喋ってた。この商品はね、この商品はね、この商品はね、この商品ねで、こう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 だから、こういうふうにいいんだ。だから、お前のところにおかしてくれつって、言って、言って、うーん、わかった。じゃあ、明日の何時に来て、そしたら、何時に来て、そっからしばらく使っていいか、らつって。で、言ってさ。 さ、許可取ってさ、何時から行ってさ、で、商品をんぬかんぬしてさ。<laughs> もうそんなんばっか。そんなんばっかよ。もう、なんか頭おかしいんだよな。な、もう。<laughs> だからその理性5歳児を日本で使ってほしいんだよ。その理性が5歳児になるのをさ、何度かそういう、使ってくれたらさ俺の生活はだいぶ楽になるんだ。父親。<laughs> 何度かな何度かなやってくんねえかな理性5歳児を。<laughs> 父さんっつって、理性5歳児になってくれやっつって。ぶっ殺されるな。怒られ、怒られる。怒られる。<laughs> 絶対怒られる、そんな。もう。でも言う,言うしかねえの。理性5歳児になってくれ。頼むからっっ。俺のいか俺の未来のために理性を5歳児にしてくれ、って。言うしかねえ。 明日いいよ。これこれこれこうだから。マジでこれは儲かるから理性5歳児になってくれ。いいよ。それは。そっから理性5歳児になるか、マジでゴルフやるかどっちかにしようって。いいよか。<laughs> おもろいんだよな。<laughs> なんか俺の周りさ、話聞いてると面白い人ばっかなんだよな。なんか知らんけどさ。寝ようか。 寝ようか。もうちょっと、本当に、本当に、悪いよ。悪いよ、これ。2時間35分もさ、っと半分以上さ、ゲームやってたからさ、まあまあまあってところだけどさ、<laughs> 父メロすごいんだよ。父メロそんなんだからさ、そんなんだから。で、で、父メロすごくてさで、さらにさ、すごいのはさ、そんだけ理性5歳児だからさ、なんか、言うの。 やっぱさ、そういうこと言うじゃんね。やっぱさ、そんな感じでさ、サブマネージャーが降りてきてくれたんだよねーって言うのよ。言うね、まだいいじゃん、そこまでさ。そうなんだ、つって。そうなんだって言うじゃん、まださ。で、その後言う言葉、その後につける就職しなんだと思うその後にさ、サブマネージャーがて降りてくれたんだよね。俺のためにさ、って降りてきてくれてさ、明日やってくれていいって言うんだぜ。って言った後に何て言うと思う、父親。なんで言うとやっぱさー、こういうのってさー、 巡り合わせだからさ、やっぱ、これって宇宙からの電波が俺に届いてきて、こういうのを引き寄せてくれてるんだろうなって言うんだよ。<laughs> もうさ、もうきついんだよ。<laughs> もうきついんだよ。なんで宇宙からの電波っつってよ。<laughs> そういうやつなんだよ。こ怖くない怖くないそういう就職者をさ、後につけてくるってさ。やっぱなんかそこでさ、やっぱ熱いって伝わるもんだよなって言うんだとさ、まだわかるじゃん。サボネージャー降りてきて、明日、 来てくれって言うんだよ。まあ、で、やっぱ、そこはさ、俺の、やっぱ熱意が伝わったんだよな、だろう、まあ、わかるじゃん。宇宙からの電波が届いてきて、宇宙からの導きが、引き寄せの法則が働いて、俺は宇宙に愛されてんだな、みたいなこと言うんだよ。怖ない <laughs> <laughs> 怖いよな。俺、怖えんだもん。たまに父親が怖いからいな。なんかな、なんか世界に対する解像度っていうのが、やっぱあるんだろうな、と思って。なんだろうな。ち なんかもう完全にさ、知能の、知能だよね。もうそこはさ、知能の話になってく、あの、知、知能の、知るに、の能力の,の、ね、知能の話になってきてさ、さ、なんだろう、世界をどういうふうに見つめるかっていう話になってきて。で、おそらく父親にとってはそういうのはすべて宇宙からのみたいな、そういうさ、神様からのっていう、そういうさ、その、何あの、 レイヤーからのさ、レイヤーでしか物事を見ることができなくてさ、さ、そこはさ、あの、やっぱうちの正義が魅力的だったから、俺のやっぱ喋り方がうまいからとかさ、その、何、そういった、その何、物質的なレイヤーで、では見ることがもうできない人間なんだろうなっていうさ、そういう感じのさ、捉え方俺は最近してるよね。そういう理解なんだっていう。世界の捉え方、この人の、 この人、<laughs> この人に見える世界って、そういう <laughs>、その宇宙、宇宙、宇宙っていう、宇宙とか神様とか、そういう、なんだろうな、その何、何まあ簡単に言えば、中世で止まってんだなっていう話だよね。中世とかさ、江戸時代で止まってんだないな江戸時代よりも古いかもしれないわ、正直。石器時代で、その、人間が、あの、人間として成立している時のままから理解度が上がってねえんだなっていうところよね。俺の中ではね。 <laughs> そういう解釈をするっていうのはね。